花博通りとは、大阪市内を東西に走る市道。大阪都市計画道路、市道宮古島まむた線の一部である。花博通りの夜景の2丁目付近の写真区間は、大阪市鶴見区の花博記念公園西口交差点から、道区夜景の2丁目までで、昨夜この花館前交差点を境に、東部は片側3車線の6車線道路。 西部は片側2車線の4車線道路となっている。また前線にわたり東行き車線と西行き車線の間に広い緑地帯が設けられており、将来的にはこの緑地帯上に阪神高速2号淀川左岸線が建設され、第二京阪道路と接続する予定であり、2018年3月26日からボーリング調査が始まる予定である。 東端の延長上の大阪メトロ長堀、鶴見緑地線門間南駅の位置に、第二京阪道路一般部があり、花博通に接続している。なお、現在のところはそうした動きはないが、今後、花博通りも国道1号に追加指定される可能性がある。その名の通り1990年に開催された国際下と緑の博覧会の会場である花博。 記念公園鶴見緑地へのアクセス路として整備された道路で開催期間中には臨時に近畿自動車道のインターチェンジが設けられていた。平日24時間交通量、平成22年度道路交通センサス、一般交通量調査課所別基本表、国土交通省道路局、P752012 年5月26日閲覧。ありがとうございます。